ペールギュントに出演する加藤和樹です。今回また僕2度目なんですけど、一緒にできるということで、初めてそのどっぷり演劇っていうものに白井さんとやらせていただいて、でその時に白井さんがおっしゃっていたのが、もちろんそのオセロというシェイクスピアの作品なんだけど、決して硬くなりすぎず、そのあくまでも役をこう自分に近づけてくるっていう役作りを皆さんしましょうって。で今までやっぱり役に自分を近づけるっていう役作りの方法だったので、発想の転換というか、初めはよく分からなかったんですけど、稽古場でそのやっぱ自分の得た経験を踏まえてその役を作っていくという役作りの方法にちょっと感銘を受けたところもあったんですね。なんかこう白井さんのその演出で面白いところって、やっぱりその場で生まれたものだったりとか、そこで変えていく、作っていくっていう、想像していくっていう、それがすごく飛び抜けてる人だなって思うんですね。噛み締めたまま、この口開けてみてください。噛み締めたまま、って感じで。今までこんなお芝居はやったことがないとか、こういう、なんだろう、表情だったりとか、そういうものをなんか白井さんは多分引き出してくれると思うんですね。でその自分の役、多分今回いろいろ何役かやるかもしれないという話も伺っているので、そこでのその表情の違いだったりとか、また新たなトライができたらいいなっていうふうにはすごく思ってますね。すっげえ変な顔してるやはり一番楽しみにしていてもらいたいなということは、どんな白井ワールドが見られるんだろうということだと僕は思います。もちろん僕たちのお芝居も楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。